到着しました。なんかねバラ園があるって聞いたもんちょっと来てみました。今日ねバラ園ってどこだ、こん中かな、温室みたいなのあるこん中ですかね。まあそれにしてもね、ここのね花々が地味に綺麗、いいね。これね、ちなみに庄内緑地公園を出る車で渋滞してます。駐車場出る車でね大渋滞、えらこんぶる見えますこれ、公園出る車で渋滞してる、すごいね。というのは出口が一つしかないんかね、ということかもしれませんね。だからあんなん混んじゃってる。さあ2022年5月4日水曜日の庄内緑地の様子、相変わらず綺麗だね。ここはねみんなテント、テントっていうかあのタープっていうかあの簡易テントみたいなのをみんな使ってござるね。これね、あこの前これ動画撮った、そういやなんじゃもんじゃ、まだ咲いとる、いつ来たっけ、1週間前10日ぐらい前から来たな、すいません。なんじゃもんじゃね、結構撮っとんだけど、あの速報で出し飛び出てまだ出しとらん。でもまだ庄内緑地今日は咲いてますね、いい塩梅に。結構いいですよこれね、綺麗だよね、独特で。じゃあそのなんじゃもんじゃをかすめながらサイクリングコースを今南向かって走ってます。ボート池が左手にある、あとそこはなんだ、なんかこういう芝生の綺麗なところで風が少なかったら、風がなかったらバドミントンやりたいね、思いっきり思いっきり打てるし。あ結構火起こしとんな、みんな起こせるのか、あコンロ持ってきとんのか、皆さん楽しんでらっしゃるね。まあ、あの遠方の涼しい山間部に行くのも当然いいんですけど、こういう手近なとこでやるってのはいいですね。あ引用してくる、めちゃめちゃ人おるわ、すごいなめちゃくちゃおりますよびっくりするやんおる、びっくりするやんおるな、えらいとこで洗っとるな。さてバラ園はどこだ、こっからちょっと見当たらんな、あっちの方にあるような気がするんですけどね。バーベキューがあの辺だとするとバラ園こっちの方、あそこか、あんな辺だ、ありました、いいバラ園発見しました。鶴舞公園と比較をするとね、まあ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 あるね、やっぱりこっちの方が割と背が高いかな、イエローブラスバレット、はあ、まあまだこれからだね。でもねちょっと見た感じはまだまだこれからだ、ああ割とここの赤いやつはまだまだ咲いてるけどね、あとどうでしょうね、1週間ぐらいでも花によって違うのね。ここ、うん、まあちょうどどうだろう、今週末ぐらいから来週ぐらいっていう感じですかね。でバラのアーチもあるでよという感じで、アンジェラとなんとかってやつですね。白いのはまあまあ咲いてる、この辺はあんま咲いてねえな。こういう感じだ、結構咲いてるね。だってあっちさ行ったもん、あっちさ行ったらさ絶対あっちでも結構広いね、ここにもあるしこっち側、こっち側も結構広いわ。どうだ、鶴舞よりひょっとしたら広いぐらい、結構ありますね。結構広いよ。で、ここにもあるでしょ。色とりどりですね、まさにね。まさに色とりどり。ちょっとお楽しみください。庄内緑地公園のバラ園です。
このね、バラ園の後ろのね、この芝生広場がいいよね。とっても素敵だ。ということで、庄内緑地公園のバラはいかがだったでしょうか。範囲はね、まあ、鶴舞公園と一緒ぐらいかな、いやもう少し後の方がいいね、まだ満開とはちょっと言い難い。来週ぐらいかな、1週間ぐらいかな、まあ適当ですよだいたい花の咲く時期をよく知らない、5月とは書いてあるけどね。じゃあちょっとなんじゃもんじゃの木を見ていきましょうか。ついでにとにかくね、ここの芝生広場がたまんないね、この広さで、この木とのねバランス、もう素晴らしいとしか言いようがない。ここの芝生広場はなかなかね他にないですよ、この規模は。いい塩梅で、おまけにそこのねなんじゃもんじゃがいい感じだよね。すごいいいね、素敵だわ。この後ろにあのスケボー、スケートボードパーク、BMX はどうなの、乗れるんかな、わかんないけど、そこにね、なんじゃもんじゃの木がドーンとあってね、これがまた素敵だよね。で、奥にはこの針葉樹がまたいいね、いい塩梅。これ、サムネかな。なんじゃもんじゃでも左に来ちゃってるって感じ。まあ、とにかく素敵ですね、月とのね、いい塩梅です。まあ、ここはスケボーパークがあるから、園内変にこうスケボーが走り回ってないからいいよね。まあ、それにしてもね、気持ちがいいところですよ。ここもバラがあるね、若干。若干バラがあります。ということでいかがだったでしょうか。庄内緑地公園のバラとなんじゃもんじゃの木、素敵でしたね。また次の機会に訪れたいと思います。なんか出とるよ、いい匂いしてくるでな、食べたくなるな、こういうとこ飲み食いしたくなるわ。さあ、それでは庄内緑地を後にしたいと思います。名古屋のジエモンでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。